ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。ケプラーは、惑星の軌道運動を、それまでにない精度で研究し、ケプラーの法則と呼ばれるものを発見しました。しかし、それらの法則がどうして成り立つのか、その背後にある原理まで、解明することはできませんでした。太陽と惑星との間にある種の力が、働いていることには気づいていたのですが、それが地上の重力と、同一のものであることを発見したのが、イギリスの、物理学者であり天文学者の、ニュートンでした。ニュートンは、慣性の法則など、物体に力が働いて運動するときの、法則を打ち立てて、近代力学の基礎を築きました。そして、その法則が天体でも成り立っていること、ケプラーの法則と組み合わせて、万有引力の法則、すなわち、物体には必ず引力が生じ、その力は物体の質量に比例し、かつ物体相互距離の2乗に反比例する、という法則を導いたのです。地上でも宇宙でも、およそありとあらゆる物体は、引力の影響を受けている。この理論は、同じイギリスの天文学者ハレイの、全面的な援助の下で、1687年に、自然哲学の数学的原理、プリンシピア、として出版されました。ここで、ついに、宇宙の天体についての、統一した理論が確立されたのです。ニュートンが、この万有引力の法則を、見出す時に利用したのが、ケプラーが残した惑星のデータの集大成である、ルドルフ表、でした。ブラーへの観測データに基づいた惑星運動のデータ集で、惑星の位置の誤差が、それまでの30分の1になっています。ブラーへ、ケプラー、そしてニュートンと、観測データやアイデアが、引き継がれていったことがわかります。そして、そのアイデアは、アインシュタインへと、引き継がれてゆきます。